皆さんこんにちは、猫庭チャンネルの赤瀬です。今回は S 隊の裏側に潜入します。ドキドキ。 Ladies and gentlemen, welcome to 猫庭チャンネル。というわけで、今回は岡山県の岡山国際サーキットで開催されているスーパー耐久ラウンド6、岡山に遊びに来ました。本日の目的はこちら、エスタニャン。スパークのカチューシャを買うために岡山まで来ました。知ってます。そう、オカミバージョン、しかも、ね、2種類ぐらいあるんですよ。予選のね、午後から、持ってない人で、いらない人はスルーしてください。ください。いきますか。いらない人はスルーしてください。わ、はい、はい、いらない人はスルーしてください。めっちゃ可愛い。お待たせしました。あ、はい、すみません、これ2つとこれ2つお願いします。はい、ミニミニスパーク、はい、はい、ミニミニスパーク。スパークグッズを求める人の小豆島まで続く列です。まずは今日の目的達成。あ、コーダンちゃん、コーダンちゃん、すごい車がいます。森蔵選手のセンチュリーです。存在感が半端ないです。福岡モビリティショーでもこの方のセンチュリーを見ましたが、こうやって駐車枠の上に止められているのを見ると、でかい、はみ出てる、でかいってなりますよね。今このセンチュリーは何台ぐらい走ってるんでしょうか。素人目に外側から見て、あ、センチュリーだなーって思うのはこの鳳凰のホイールキャップぐらいですね。
森蔵選手はご不在のご様子、残念。ルーキーレーシングさんのテントにはチョコモナカジャンボの冷蔵庫がありました。ここからはピット裏を歩いてみます。ホロライブの犬神コロネちゃん。この日の企画で佐藤蓮選手がホワイトボードにコロネちゃんを描いたのですが、可愛すぎる。生きててからね。なんだかこの辺だけ空気がすっごく美味しい気がする。いや空気がいいな。行きましょう行きましょう。エアバスターがあるから。ここであったが100年目 MSPR ボンゴ。 MSPR ボンゴはマットなプリメタルグレーです。なんでここであったが100年目かというと、私通勤途中に MSPR ボンゴが偶然後続したことがあるんです。こんにちは。あ、チームのプロを応援してます。はーい。
はーい、かわいい顔ちっちゃい、あ、さっき並んで買いました。もう今日しかつけれないなと思ってお家でもつけてください似合ってます。あ、観戦の時にね、そうですね、つけて応援するべきですよね。はい、ありがとうございますあ、エヴァレーシング、やべえ、これはいいねです。ホンダレーシングホスピタルの岡山名物デミカツ丼をいただきました。いかがでしたでしょうか。今回はピットウォークとは違って素の S 帯の裏側を撮れたんじゃないかなと思います。 S 帯の裏側まとめ、森蔵選手のセンチュリーはめちゃめちゃ大きい、マツダスピリットレーシングのシャツはめっちゃいい匂いがする、チームのテントや備品を見ることができて楽しい、今後もロードスター乗りの端くれとして S 帯観戦をして皆さんを応援していきます。それではこの辺でバイバイ。ご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録を。